お疲れ様です。トケルのドラマ考察です。 TBS 系列のドラマ VIVANT、 この動画は第4話を見る前に作成したものです。そのため第4話の内容によってはちょっとおかしいところがあるかもしれませんが、その点はご容赦ください。まだ全体像やキャラクターの背景が判明していない中で、最終回や結末までのストーリーを予想させていただこうかなと思いました。そういう状況でやっていますので、精度が高いものではないとご理解いただけると嬉しいです。こんなストーリーかもという想像の参考にお考えくださいね。さて、こちらは放送前に流されていた番組宣伝の映像の一部なんですが、この映像を見るだけでちょっと想像できることがあるんですよね。現在の公式ウェブサイトの相関図の中央部分です。これと見比べると、二宮和也さんがいないですよね。二宮さんについては放送が始まってから出演が発表されていました。でも普通に考えたら二宮さんの出演はもっと前から告知しておいた方が視聴率アップも期待できたと思うんですよね。ということから考えたら、二宮さんについては他のメンバーより後から出演が決まったのではないかと思いました。そうなると二宮さんについては一人で主体的な役割を果たす役というよりは、誰かと一緒に行動する人ということになっていそうです。それは現時点での想像だと、やっぱり役所広司さんですよね。役所さんのことを父さんと呼んでいました。ですので役所さんが率いる組織の中心メンバーとして活動している人ということなんでしょうね。さらに思うことですが、この写真の中央部に堺雅人さん演じる乃木が写っていますが、この表情は普段の情けない乃木、 F からユウスケと呼ばれていたので、今後は情けない乃木のことをユウスケと呼ばせていただこうかと思いますが、この表情はユウスケのものではない、おそらく F の方の表情ですよね。そのため乃木についてはやはり F が主人格なんだろうと思います。放送開始前からずっと秘密にされていたのに、なぜか先にビバンイコール別版であるという報道をしていたピンズマニュースさんというサイトなんですが、このサイトに書かれていることが真相に近いとするならば、ということでもう一度確認してみると、ドラマの中身の実態は自衛隊内にある機密スパイ組織です。日本に降りかかる有事を主演の堺さんが身を挺して守るというストーリーだといいます。堺さんが演じるキャラクターはまっすぐで強い半沢直樹みたいな人物とのことで、キーワードは人間関係ということでした。ですのでユウスケではなく F が主人格で本当の主人公なんだろうと想像できます。自衛隊内にある機密スパイ組織の話とはっきり書かれているので、別班の話かと思うものの、ここは本当にそうなのかとちょっと疑問に思っている部分もまだあります。というのも、この後出雲大社との関係が明らかになると言われていますし、第3話までにも神田明神が出てきたりしていますよね。乃木は神道と関係があるような描写かなと思うんですが、現実世界では自衛隊と神道って一定の距離を置いているものなんじゃないかと思うんですよね。神道と関わりのある乃木が神社の設備を使って情報交換をしたりといったような活動をしているということをテレビドラマで描くんだろうかとちょっと疑問に思ったりしました。これは僕の考えすぎですかね。ちょっと自衛隊と神道を結びつけることにハードルがあるように感じたんですよね。ですので、もしかしたらですが、周囲の人は別班なのかと思っているが、実際には別班は存在していなくて、でもそれと同等と思われる活動をしている組織が別にあり、それに乃木は所属しているということがあるのかなと思いました。信念と執念がぶつかり合うというワードから乃木と野崎が対立するのかと想像しがちですが、
でもこの2人は対立はしないのではないかと思っています。別班の説明をしながら野崎が言ってましたよね。方法は違えど国を守るという目的自体は警察と同じだから、この2人はぶつかり合いはするものの、それは同じ目的に向かう中でのことで、切磋琢磨しながら同じ目的に向かって進むのではないかと思っています。その目的とは国を守ることですね。そのためにテロリストと戦っていくのではないでしょうか。愛と信頼が試されるというワードから、この2人は主体的に動いている人ではないと思われます。おそらく誰かの活動について動いている人ということなんでしょう。二階堂ふみさんは役所広司さんですかね、バルカにいましたし、そして松坂桃李さんは未だ出てきていないですし、おそらく謎の F を助ける役割を果たす人なんじゃないでしょうか。それぞれ自分が助ける相手のことを信じて活動しているはずですが、その過程で裏切られたと感じる出来事があるんでしょうね。その時に相手を信じ続けることができるのか、それが試されそうです。そして役所広司さんです。真の正義は一体どこにということですが、役所さんが行っていることは正義ということなんでしょうね。僕は役所広司さんは二宮和也さんと協力して子供を救う活動をしていると思っています。昔の姿が林遣都さんで、子供をテロリストに誘拐されて行方不明になった経験がある人だから、そのような活動をしているのではと思っています。そんな活動ができるということは、この人ももともと普通の人ではないかもしれないですね。今 F が所属している組織のメンバーだった可能性もありそうです。役所広司さんが率いているのはテントという組織。テントはテロを起こしていると思われているので悪い組織と思われていますが、実際にはテロから子供を救い出す側なのではないでしょうか。敵か味方か、味方か敵かということで、 F のいる組織、野崎の警察、役所さんのテント、これらがお互いに疑い行動するのではないかと思うんですが、お互いに素性がわからない中で協力したり離れたりするんだと思います。ただ日本を守りたい、日本の未来、子どもたちを救いたいという思いは同じ人たちだと思うので、最終的には同じ目標に向かって活動していくんじゃないでしょうか。そしてそういう活動は今回だけでは終わらないはずです。だから最後まで結局お互いが何者なのかははっきりわからないままになるのかもしれないですね。そう考えたら、乃木親子は対面できたとしても、もしかして親子だと気づいたとしても、それを明かすことはないままになるのかもしれないなと思いました。乃木親子を結びつけるのはジャミーンのような気がしていますが、どうですかね。初回から第3話にかけて乃木、野崎、薫の3人で行動していたんですが、それぞれ別班らしき組織、警察、テントのメンバーがお互いに素性を隠しながら一緒に行動していたと考えたら、とても面白いですね。ということで、定期的にお話しているんですが、僕の動画では当てることを目的とした考察ではなく、こんな見方もできるを楽しんでもらうための考察をしています。その前提でお楽しみくださいね。公式ウェブサイトの次回のあらすじのところを見ると、乃木の正体はなんと国内外で民間人に紛れて情報活動を行う特殊部隊別班だった、同じく別班のクロスとともにテロ組織テントのモニターである山本を排除した乃木は次の目的のためある人物の元を訪れると書かれています。乃木が訪れるある人物とは、 GFL 社の有社長ですかね。テントの幹部だと言われてましたよね。僕が気にしていたのはそこではなくて、乃木とクロスの紹介のところですね。2人にははっきりと別班と書かれています。つまりこの2人は別班ですとすでに明らかにされているんですが、僕はそれを疑っています。公式ウェブサイトがそう書いているのになぜと思われるかもしれないですが、
もしかしたらこのドラマの相関図は回を追うごとに書き換えられていくのかもしれないなと思いました。第4話が終了した時点では乃木たち自身が俺たちは別班だと言っていたので別班と書かれている。でも僕は別班ではなさそうと考えている理由がありますので、それを今回はお話していきますね。まずそもそも野崎がビバンの綴りも発音すらよく分かっていなかった時、ビーパンと言っていたのにビーバンだと言ったのは乃木でした。もし乃木が別班だとして、なぜ別班につながるかもしれない言葉を自分から言ったんでしょうか。そこからちょっとおかしいんですよね。そしてその結果と言えると思いますが、野崎は乃木のことをお前が別班と疑うんですよね。もし本当に自衛隊の秘密組織別班の一員だとしたら、バレないように活動することが重要なはずなのに、かなり早い段階で野崎に別班であると疑われています。もし乃木が別班員だとしたら、あまりにも迂闊すぎる気がするんですが、いかがでしょうか。そしてこれもちょっとおかしいかなと思っているポイントですが、山本は乃木のことを同期と表現していました。中途入社で同期という言い方は普通はあんまりしないと思います。だとすると大学卒業後そのまま丸菱商事へ入社したと思われる乃木は自衛隊に入っていたとは考えにくいんですよね。まあ長野専務の経歴のように、自衛隊に入った後大学に入り直すなどして、それから新卒で入社したというパターンもなくはないのですが、それならどちらかというと長野専務の方がよっぽど怪しいんですよね。今回はここは深掘りしませんが、僕は長野専務は本当は疑われていた通り別班なんだろうと思っています。もしかしたら長野と連絡を取っていたブルーウォーカーと呼ばれていた太田も別班員かもしれません。そして乃木とクロスが別班員じゃないなと一番思ったのはこちらですね。この自白剤を使用していたところです。これどう考えても合法なものではないですよね。自白剤が現実世界に今存在しているかは不明なんですが、もし存在しているとしたら、それはほぼ麻薬と同じようなものかと思います。そんなものを現役の自衛隊員が使うというのがどうなんだろうと。これはメタ的な話になりますが、別班とはあくまで自衛隊の一部とされているので、別班員は自衛隊員なんですよね。だからこれは自衛隊員が違法なことをしているという表現になります。さすがにこれはテレビドラマでこんなことを表現しないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですかね。さらに殺人までやってるっぽかったですよね。正義のため、日本を守るためと言っても、さすがに自衛隊員が殺人をやっているというのは許容できないと思います。これをもしやっているんだとしたら、それはもはや自衛隊員ではない組織として自分たちが信じることを成し遂げるためということしか考えられないんですよね。だから僕はこの乃木クロスは別班ではなく別の集団なんだろうと思っています。乃木が神田明神を参っていたり、この後出雲大社が関わってきそうなところも自衛隊とは関わりがなさそうと思うところですね。現実世界の自衛隊は宗教である神道とは一定の距離を取っていると思います。まあこれは深読みかもしれないですが、旧日本軍と神道は関係があったがゆえに、今の自衛隊は神道とつながりを感じさせるようなことはしていないと思います。それをあえてこのテレビドラマでつながりがあるように描くかなというふうに思ってます。次回予告の中で乃木は俺がビバンだと言っているシーンがありました。別班だと言っているんじゃなくて、ビバンだと言ってるんですよね。しかも俺がと言っていることを考えると、ビバンを生き残りのような意味で捉えて、俺が生き残りだと言っているように思います。
テロリストに捕らえられた状態から生き残ったもの、そういう意味なんじゃないでしょうか。そう考えると乃木のスマホに入っていたビバンというフォルダーは乃木たちのチーム名を表していそうです。つまり乃木クロスは別班ではなくビバンというグループに属しているんじゃないでしょうか。ただ乃木たちは俺たちは別班だというようなことを自分たちで言っていたと思います。これは自分たちのことを明かす場合には都市伝説的に知られている別班だと偽るようにという決まりになっているからかもしれません。だから別班とは別の組織ではないかと考えられます。そしてこのドラマの中には本当の別班も存在していて、それが長野専務なのではないかというふうに思っています。ここについてはまた別の動画でお話しさせていただきます。ぜひご意見をお聞かせください。小日向文世さん演じる長野専務、あまりにも怪しいという表情でしたよね。この表情は不倫相手への何通ものメールを見られた挙句、関係を暴露させられ、さらに過去に犯した犯罪を告白させられたことへの恨みという可能性もゼロではないんですが、でもやっぱり小日向文世さんが演じているということは何か裏があることは間違いないと思います。そもそも乃木と二人で料亭で話している時も怪しかったですもんね。ザイールのことをなぜかすごく知りたがっていましたし、そして乃木の第二人格である F が匂うなと言っていたので、そのシーンが伏線だったとするならば、長野専務も単なる商社の役員ではない人ということになりそうですよね。ここで動画にいただいたコメントをご紹介します。ミニャオさんです。長野専務は防衛大学から一橋大学大学院、防衛大学卒業後別班がある小平市の自衛隊駐屯地配属、小平市に近い国立市の一橋大学大学院入学、つながりました。コメントありがとうございます。別班の人はあくまで自衛隊員であることから自衛隊に所属していた期間があるんだろうと思っていたら、長野専務にはそのキャリアがあったんで、やっぱり長野は別班の可能性が高いと思っていたんですが、ミニャオさんの情報によると一橋大学に入ったことにも意味があるということですよね。一橋大学の大学院の近くに別班のある自衛隊駐屯地があるということで、だとすると長野専務が別班であることはほぼ確定じゃないでしょうか。防衛大学卒業後、一橋大学の大学院へ通いながら自衛隊としての活動もしていた。自衛隊施設が近くにあるから一橋大学の大学院へ行ったというふうに考えられますよね。僕は前回の動画で乃木と松坂桃李さん演じるクロスは別班員ではないということをお話したんですが、仮に長野が別班員だとすると、その長野を料亭で怪しいと言っていた乃木とは別の組織と思われるんですよね。ですので乃木が別班員ではない可能性はさらに高まったように思いますが、いかがでしょうか。まあ別班員同士はあまり顔を知らないという可能性もあるんですが、でも乃木はクロスと共に行動していますからね、全く隊員同士が顔を知らないというのはなさそうですよね。さらに長野の年齢から考えたら組織の上層部の気がするので、そんな人を知らないということはなさそうな気がします。ですので長野が本当は自衛隊員で別班の人だとするならば、その長野を知らない乃木は別班の人間ではないということになりそうです。そして太田についてですが、太田も長野と行動を共にする別班員かもしれません。太田については改めて考察したいと思っていますが、長野が何度も連絡を取って太田の安否を気遣っていたのは同じ組織の人間だからかもしれません。そして太田のことを乃木は人命最優先だと言って救おうとしていたと思います。日本を陥れようとする人間のことを乃木が救おうとすることはないと思いますので、太田はただ巻き込まれただけの人か、
もしくは長野とともに何らかの任務に当たっていた人である可能性がありそうです。さて、長野と太田が別班だとした場合ですが、僕の頭の中ではこのドラマ「VIVAN」には4つの組織があるというふうに想像しています。左から説明すると、まずはテントですね。テントは乃木のお父さんの着物についていた家紋をマークとしているので、乃木のお父さんと関わっていることは間違いない。そして今のところ確定はしていませんが、役所広司さんが林遣都さんの後の姿だと思っているので、乃木の父親でテントのボスではないでしょうか。ただ今日になってですが、もしかしたらテントは内部分裂をしているのではないかというふうに思い始めました。ジャミーンやアディエルとテントメンバーが一緒に写った写真があって、そこに山本の姿もありました。もしかしたらこの頃はまだテントは役所広司さんのコントロールが行き届いていたのかもしれないですが、その後内部分裂して過激派が今は別で活動しているのかもしれないですね。だとしたら世界中でテントが暗躍しているのも頷けるんですが、それを沈める活動をしているのもまた別のテントの部隊かもしれません。そういう正義の活動をしているのが役所さんたちではないでしょうか。カオルについてもまた別で考察しますが、ジャミーンと深い関わりがあることからテントのメンバーであると想像しています。そして乃木はヴィヴァンということで生き残りではないですかね。テロ組織の拉致から生き残ったかもしれないですし、もしかしたら乃木とクロスはもともと別班だったのに、別班が解体された後も活動を続けている有志の人たちという可能性もありそうです。俺がヴィヴァンだと言っているシーンがあるようですよね。そして野崎は警察公安ですね。警察公安にも別班やテントの仲間がいそうなんですよね。そして長野は別班ですが、もしかして別班がすでに解体された組織だったりした場合、やはり長野も解体後も活動している人ということになりそうです。もしくはかなり年齢が上なので、一部の人間を残して解体された別班に残った人ということもあるのかもしれません。敵か味方か、味方か敵かと言われているので、僕の想像ではこれらの組織は対立していくものの、実は目指しているものは同じということに気づき、違う方向から同じ目的に向かって行動していくことになるんじゃないかと思っています。その目的とは国を守ること、未来を守ること。それぞれの組織についての考察はまた改めてアップしたいと思いますので、よろしくお願いします。ぜひご自身の考察をコメントでお聞かせくださいね。今回は第4話の放送の中で、実はみんなが一番気になったんじゃないかと思われるシーンについて解説していきたいと思います。なお、いろんな捉え方があると思いますので、一つの説だと思って気軽に聞いてください。あと念のためお話ししますが、特定の宗教を貶めるような意図は全くありませんので、その点はご理解ください。あくまでドラマの演出の話です。このシーンがどういうシーンだったかですが、このシーンは野崎のいる公安警察が集まっているシーンでした。太田の生存と事件解決を願ってみんなで神棚に参っているシーンでしたよね。このドラマでは神社も出てきていますし、この後出雲大社も出てくるようなんで、神道が強く関わっているドラマだということは現れていますよね。その後野崎の全員配置につけという号令とともに全員この部屋から出ていくんですよね。その時です。公式サイトの相関図にも顔写真が載っている鈴木が野崎たちに背を向けた後、十字を切って去っていくんですよね。すみません、キリスト教にあまり詳しくないんですが、カトリックの人の動作ですかね。だからこの鈴木はカトリックの信者ということだと思います。本当に行われているのかはわからないんですが、公安の慣習として神棚に参るというのがあるけど、本当は自分はカトリック信者だからということで十字を切っているんだと思われます。祈りの行為ですよね。まあいろんな宗教の人がいるという象徴かなというふうにも思いました。で、
この鈴木ですが、この後目立つシーンがあります。それがこちらです。山本を鈴木が尾行していたんですが、良いところで交代しろという野崎からの命令を受けて、向こうから歩いてきた新庄と尾行を交代するんですよね。この時です。鈴木から合図を受けて新庄は山本の姿を追うんですが、見つからない。山本に逃げられてしまいます。この時山本はすでに松坂桃李さん演じるクロスとともにこの壁の裏に隠れているんですよね。このシーンもう一度見てみたらわかるんですが、新庄が鈴木から合図を受けたタイミングがものすごく悪いんです。新庄がまだ山本のことを目で確認できていないタイミングで、鈴木は新庄に交代を促していました。クロスが手伝って山本を壁の裏に隠れさせたわけですが、これは急に来てさっとできることではないと思います。また山本はこの時点までクロスのことを知らなかったわけなんで、もともとここで落ち合う予定ではなかったようです。となると、こんなタイミングよくこの壁の裏に隠れることができるのかという疑問が生じます。となると、どういうことが考えられるかというと、それはクロスとこの鈴木がつながっていたということですね。鈴木はもともとクロスの仲間だった。どの程度の仲間かはわからないんですが、クロスを助ける立場にいた。公安警察にいながらクロスの仲間ということになりますね。鈴木はクロスが山本を壁の裏に隠せるように、尾行を交代する新庄が山本を見失うように仕向けたということですね。だから鈴木はクロスの仲間ということになります。公安の裏切り者ですね。ここまではみんな想像できたと思うんですが、このことについて明確な伏線があったと僕は思っています。それが先ほど見たこちらのシーンです。一人だけ十字を切っているシーンが大写しになっていて怪しいというだけではないんですよね。このシーン、鈴木は十字を切っています。十字とはクロスですよね。そうです、クロスです。つまり先ほどの十字を切っているシーンというのはクロスとつながっているということを表した伏線のシーンだったということなんですよね。このドラマはヴィヴァンから別班となったり、言葉遊びになっているところも結構多い気がするので、そこから考えてみました。これおそらくそうだと思うんですが、いかがですかね。ちなみにこのドラマは今後もずっと裏切りが描かれるのではないかと思っているんですが、おそらくですが裏切りが発生するときには毎回何らかの伏線を見せてくれるんだと思われます。ここまでの放送の中で言うと、まずはこちらですね。山本と乃木が話していたシーン、ここで山本が飲んでいたのがブラックコーヒーでした。これはおそらくこの人物が真っ黒だということを表していたんだと思われます。まあこれだけだったらただブラックコーヒーが好きだっただけなんじゃないのということになってしまいそうですが、他にもあるんですよね。こちらは乃木と野崎が乃木の会社で誤送金に関わっていたであろう人物について話をしていたシーンです。この時プロジェクターが使われていたんですが、プロジェクターの光を浴びながら話す乃木の顔に映っている名前が太田なんですよね。この後ハッカーとして追われることになる太田の名前があえてここで大きく映し出されていました。これも伏線でしょう。これでも終わりじゃないんです。檀れいさん演じる西岡大使です。西岡は乃木たちを逃がすと約束していたのにどうしてましたっけ。結局裏切ってバルカ側へ乃木たちを引き渡そうとしていましたよね。
つまりこの人には表の顔と裏の顔があったということですが、このシーンよく見てみてください。電話で話す西岡大使の様子がテーブルに反射してくっきり映っていますよね。西岡大使が2人いるように見えていました。これはこの人の二面性を表していると思われます。ということでいろいろ説明してきましたが、このシーンの十字はおそらくクロスで、クロスとつながっていることが表されていた。そして今後も裏切りが発生する場合には何らかの予兆のようなものが示される。これが今回一番お話したかったことでした。ぜひ皆さんのご意見もお聞かせくださいね。今回もちょっと変わった方向からの考察になりますので、これが絶対の正解とは思っていませんが、よろしければ僕の想像にお付き合いください。まず僕が第4話を見て一番違和感を覚えたのが太田の実家のシーンです。太田を捕らえるために実家に向かった野崎たちでしたが、すでに太田はいませんでした。そして太田の部屋の中に入るんですが、ここに大きく違和感がありました。それはこの部屋にすごい機材が置いてあったことです。世界的なハッカーが自宅で作業するんでしょうか。まず普段からあんなに機材を置いていたら、同居の家族が見たらすぐにおかしいと気づきますよね。さすがにそんなことはしないんじゃないかということ。そして一番はそもそも自宅ではインターネット回線が脆弱すぎて、ハッカーとしてまともな作業が実行できない可能性があることです。やはりネット回線のスピードは重要なはずなんですが、個人宅では専用線のような安定したインターネット回線を使用することはできません。どう考えてもハッカーの作業環境ではないと思われるんですよね。なのであの太田の部屋にあった機材は、太田をハッカーに見せかけたいものが運び込んだものだろうと思いました。そして丸菱商事で普通に働いているというのもちょっとおかしくないですかね。山本が誘い込んだみたいなことを言っていた気がしますが、そんな誘いに乗る意味がわかりません。これは太田の方に目的があって丸菱商事に入ったと考える方が自然でしょう。太田はハッカーではないが、山本の誘いにわざと乗って丸菱商事に入った。これは何を表しているかというと、それは長野とともに別班員である可能性があるということかと思いました。太田の自宅に機材を運び込んだのは太田をハッカーに見せかけるためだと思います。それは本当のハッカーを守るためですね。太田はこの任務で本物のハッカーの代わりに警察に逮捕されてしまいますが、そこまでが太田の任務なんでしょう。ではこの場合の本物のハッカーは誰かというと、それは東条ではないでしょうか。東条はホワイトハッカーとして警察に所属しているということですが、警察にも別班のメンバーがいても不思議ではありません。特殊技能を持つ東条は別班にとって重要な工作員ですから守る必要がある。東条はブルーウォーカーの話をするときに自己顕示欲だよと言ってましたが、まさにブルーウォーカーのことを自分でアピールしてましたよね。大声で西田原発の設計図の流出もロシア空軍のハッキング事件もこの人の仕業だったのかと言ってました。これは自己アピールではないかと感じました。自分が設計したと言っていた丸菱商事のシステムを改ざんするプログラムを作ったのは東条、腹のパソコンに機材をつないでプログラムを走らせたのは太田だったのかもしれません。山本はブルーウォーカーの存在を組織から聞いたと言っていました。でもそれは本当にテントという組織から聞いたんでしょうか。すでにその時点で山本は騙されていたんじゃないかと思いました。山本へブルーウォーカーのことを伝えたのは実は別班だったんじゃないでしょうか。別班はテントへの金の流れを探ろうとして山本を使いバルカへ送金させようとした。その時に協力するのがブルーウォーカーだと言われていた太田です。ちなみに長野は乃木の正体を知っていた可能性もあると思っています。
もしかしたら乃木であればザイールがつながるテントという組織に入り込めるかもしれない。そう思った長野は乃木をバルカへ行かせることにしたのかもしれません。ザイールのことをしつこく乃木へ聞いていたことにもつながりますし、また F が長野のことを匂うなと言っていたことともつながりますよね。もしかしたら山本が太田を連れ出して監禁したことは長野にとって想定外だったのかもしれません。だから何度もメールを太田に送っていた。その結果、長野は野崎たち警察に捕まってましたよね。そこでは不倫していたと長野は言っていました。これは完全に用意された回答のように思いました。長野の経歴も完全に偽装されたもののようでしたよね。2年間の空白期間があると問い詰められていましたが、薬物の構成施設に入っていたと証言して、その施設に確認が取られていました。そんなにすぐ確認が取れるのがおかしいんですよね。もう何十年も前の話なのに。だからこれらの話は全て用意されたものなんだろうと思います。だとすると長野はそもそも逮捕されることが分かっていた風なんですよね。要はあえて逮捕されたということかなと思いました。自分から疑いを遠ざけるため一度あえて逮捕されたということかもしれません。だとすると太田が山本に連れ出されて監禁されたのもあえてである可能性がありそうです。そのまま放置しておいたら死ぬと思ったと山本は言っていましたが、死んでいなかったのは長野が手を回して太田が死なないようにしていたからではないかと思います。太田はこの後ブルーウォーカーだとして逮捕されるまでが任務なのではないでしょうか。そしてもしかしたらですが、乃木も太田がブルーウォーカーではないということに気づいていそうな気がします。なぜなら乃木は太田の命を救うために活動していましたもんね。人命優先だと言っていました。太田が日本を裏切る悪人だと思っていたのなら命を救うことはないでしょう。単に海外のテロ組織へ金を流す手助けをしたハッカーだったら命を助ける意味がわかりません。原発の設計図を流出させたりしてるということでしたしね、ブルーウォーカーは。さすがに世界的なハッカーだというには太田には無理がありすぎます。ということで太田の素性が怪しいというところからいろいろ妄想を広げてみました。こんな想像もできるという話でしたが、ぜひ太田がハッカーだと思えるかどうかご意見をお聞かせいただけると嬉しいです。今回は二階堂ふみさん演じるカオルについてお話していきたいと思います。今回話す内容の中心はジャミーンはカオルの実の子供ではないかという話になります。カオルの隠したい秘密、それは本当はジャミーンの母親であるということではないかという話ですね。カオルはテントのリーダーではないかという話もあるようですが、テントの一員である可能性はあってもリーダーであるという描写は特にないと僕は思っているので、リーダーだというのは単なる想像だと思います。それと比べるとジャミーンの母親かもしれないと思える描写の方が複数あるように思いましたので、そのあたりをお話していきたいと思います。僕の動画では当てるということを目的とするよりはこんなことも考えられるを共有してもっとドラマを楽しむことを目的としていますので、これはないやろうという先入観はなしにして考えていきたいと思います。矛盾点はあるかもしれませんが、こういう想像もできるということでお楽しみください。もし矛盾点があったらみんなの参考になりますので、コメントで僕の動画の内容を否定していただいても大丈夫です。ただこの動画を楽しんでくれている方もいますので、感情的に否定するようなことはできれば避けていただくようにお願いします。第4話ではカオルがドラムにお願いしていたジャミーンが持ってきた写真をアルバムにまとめるという作業によって大事なことが判明していましたよね。それは乃木の親友であった山本がテロ組織テントのモニターであったことです。このやり取りが実はカオルは意図的にやっていることではないかと思われましたよね。
乃木に山本がモニターであると気づかせるためにカオルは山本の写真を見せたということ、これはありえそうですよね。でもそうやって考えるとですが、この時病室にジャミーンのアルバムを持ってきたのはドラムだったんで、もしかしたらドラムもそれに協力していたという可能性があります。ドラムとジャミーンは2人とも言葉を発することができないという描写があるという共通点があるので、ドラムとジャミーンももしかしたら近い存在なのではないかと想像できますよね。まあもしかするとカオルがドラムに近づいたのは日本に戻ってきてからで、ジャミーンの病室にいてもらうことになったというところから何らかの関係性が出来上がっている可能性もありえそうな気はしています。カオルとジャミーンの関係についてみんな思っていることは、カオルがジャミーンに対して執着しすぎているということかと思います。自分の命を犠牲にしてでもジャミーンを守りたいという行動をとっているように思うんですよね。だから単に自分が担当している患者だからというような理由ではないものがカオルにはあるはずです。そこでよく言われているのがジャミーンに何か秘密があるということ。例えばジャミーンの体に何かが埋め込まれているとか、今は話せないジャミーンが何かを知っていてそれを聞き出す必要があるとか。ただこれらはどう転んだとしてもカオルがジャミーンを悪用するような形にしかならないと思うんですよね。僕はさすがにここまでのカオルの様子を見ていてジャミーンを悪用しているようには見えません。むしろ無償の愛を捧げる相手のように感じます。ここまでに悪用することになりそうな伏線はないと思いますが、いかがですかね。そしてジャミーンのお母さんという方の写真が出てきましたが、こちらはもしかしたら先ほど話した山本の写真をわざと見せたと同様にあえて見せたのかもしれないなと思いました。カオルにとってジャミーンの本当の母親が自分だということが隠さなければならない事実であれば、それを隠すためにあえてみんなに母親という人の姿を見せた。まあジャミーンにとってはこの人がお母さんだと思っていて、この人が目の前で亡くなったことで言葉が話せなくなったのかもしれず、おそらく育ての親かなと。このお母さんの話の部分は矛盾がある気がしてるんですよね。カオルはジャミーンを見るようになって3年と言っていた気がしますが、ジャミーンの母が亡くなったのが2年前と言われていて、なぜカオルがこのお母さんのことを知らないんだろうということです。あえて顔を合わさなかったのかなと思いました。自分の用意したお金もジャミーンのために使うし、自分のいる日本に連れてきて手術を受けさせようとするという行動は母親そのものかなと思いました。悪用しようとしているわけでないのであれば母親だとしか考えられない行動だなというふうに思います。変な話ですが、医師をやっていたらこういう状況で困っている子供は他にもいっぱいいるはずなんですよね。でもその中でジャミーンだけにそこまで執着するのは血のつながりがあるからではないですかね。ただその場合はいろいろ疑問はあります。まずカオルの年齢から考えて、もしジャミーンを出産したとしたらかなり若い時に産んでいるということ、そしてその場所はバルカであっただろうということ、そもそもカオルはどういう理由でバルカへ渡っていたかですよね。そしてさらにその後医師になっていると考えられること、多分学生ぐらいの時に出産しているぐらいの年齢のはずなんですよね。また日本に戻ってすぐに病院に就職できていますから、日本で医師免許を取得しているはずです。ここははっきりとちょっと分かっていません。ぜひ皆さんのご意見をお聞きしたいです。こういう展開がありえそうというメタ的な想像から出てきたものになるので、正確な証拠は示せてないです。もしカオルがジャミーンの母親であると言い出せない理由があるとしたら、それはジャミーンを一度捨てたような形になっているからかなと思いました。その後医師になることができたカオルはジャミーンと再会するためにバルカへ渡ったのではないかと思いました。そしてもしジャミーンがカオルの子だとした場合の父親は二宮和也さんかもしれません。二宮和也さんは役所広司さん、
乃木の父親の腹違いの息子ではと言われていますが、その二宮さんとの間の子だった場合、二宮さんの母はバルカの人である可能性があるので、ジャミーンは日本人とバルカ人のハーフ、クォーターということになり、今後日本とバルカを結びつける役割を果たす人になりそうな予感もあります。二宮さんはジャミーンのことを気にかけていましたよね。何か理由があってジャミーンのことはアディエルに頼んでいたのかもしれません。ジャミーンは一度捨てられたような形になったのに命をつなぐことができた奇跡の子なのかもしれないなと思いました。カオルはジャミーンのことに執着しているようではありますが、でもジャミーンとジョージ一緒にいるわけではなかったのは、ジャミーンのことを役所さん二宮さんの組織が守ってくれていることを知っていたからかもしれないですよね。ジャミーンは人の善悪がわかると言われていて、乃木にもカオルにも懐くから二人とも善人ですねという話をしていたんですが、本当は乃木ともカオルとも血のつながりがあることを感じ取っていたという可能性もあるのかなと思いました。二宮さんが父親であれば、二宮さんは乃木の腹違いの兄弟ですからね。乃木から見ると姪っ子ということになると思います。あともう一つの可能性としては、父親が役所広司さんであるということですね。もしそうだったら、乃木とジャミーンは腹違いの兄弟ということになると思います。これはどうですかね。ちょっと行き過ぎた想像でしょうか。カオルは悪人ではなく、ジャミーンを悪用しているわけではないという前提から、本当の母親である可能性を考えてみました。ぜひここは共感できる、ここはおかしいんじゃないか、何でも大丈夫なのでコメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ビバン第4話では待ちに待った登場人物として松坂桃李さんが演じるクロスが登場してきましたよね。事前の情報だと、ビバン関連の投稿写真で松坂桃李さんが手をパーにして写っている写真が投稿されているから、第5話からの登場ではないかと言われていましたが、蓋を開けてみたら第4話からでした。となると、あのパーにはどんな意味がと考えたら、第5話にはまたクロスに関して何かが明かされるといったことがあるのかもしれないなと思いますよね。楽しみです。ちなみに公式の相関図ではクロスには別班とはっきり書かれています。僕は以前の動画で乃木もクロスも実は別班員ではないという話をさせていただいたんですが、複数の方からコメントで、情報番組の中で公式の相関図が書き換えられることはないと言われていたという情報をいただきました。情報をいただいた方ありがとうございます。ただ情報番組はここから見返すことができず、僕自身の目で確かめることが難しいので、ひとまず今の時点では別班員ではない可能性があるとして話をさせていただきたいと思います。クロスは山本の逃走を手伝うテントのモニターとして初めは登場したんですよね。そして空港まで山本を連れて行った。でもそこで正体を表します。正体を明かしたのは乃木でしたよね。俺たちは別班だ。ただ僕はわざわざ俺たちは別班だとアピールする意味がわからないなと思いました。まあこれから殺す相手だからということもあるかもしれないですが、リアルだと秘密組織ならわざわざ自分たちからそれを明かすことはないだろうなと思います。なんとなく別班だと思い込ませたいのかなと思ったりしました。自分たちが活動するのに別班だと思われていた方が活動しやすい、本当の組織を隠すことができる、そんな意図があるように思いました。まあこれはクロスと乃木が別班ではない場合の想像なんですけどね。さてクロスは自白剤が効く山本を見て、こんなことなら公安入れず直接太田の居場所を吐かせればよかったですねと言っていました。それに対して乃木が、いやもし自白剤が効かなかったらこいつは死んでも太田の居場所を吐かない。クロスが、しかしこれで乃木さんは、乃木人命優先だ、これがベストの選択だ。このやり取りが気になったんですよね。まずクロスが言った「しかしこれで乃木さんは」はどうなのか
という話なんですが、これはよく考えたらわかることなんですが、僕は一瞬よくわからなかったので念のためご説明すると、この後乃木たちは山本を殺しますよね。違法な方法で尋問したこと、乃木が裏で活動していることを山本は知ってしまいましたし、そもそも危険分子である山本を生かしておくわけにはいかないから殺す。で、山本は遺書を残して死ぬことにされるわけですが、この死におそらく阿部寛さん演じる野崎が不信感を抱くんですよね。おそらく殺されたと気づく。その時に殺す可能性があるのは乃木しかいないというふうに野崎が気づくはずなんですよね。なぜなら公安警察以外に山本がテントのモニターであると知っているのは乃木だけだからです。クロスは乃木が警察から疑われて、これ以降は丸菱社員としてまともに活動できなくなることを心配しているということですよね。なんとなくですが、クロスは乃木が丸菱社員として活動しながら乃木の両親を探しているというような組織の活動とは別の目的を持っていることを知っていそうです。クロスは組織で乃木につながっているだけでなく、乃木のことを結構知っていそうな雰囲気がありますね。あと、太田の命を救おうとしていることも気になりました。もしテントに協力してバルカへ送金する片棒を担いだ人間だとしたら、乃木たちが太田を助ける理由がよくわかりません。ですので僕は太田がブルーウォーカーではないんじゃないかと思っています。これは考えすぎかもしれないんですけどね。さて、ここからは松坂桃李さん演じるクロスの正体を考えていきたいと思います。情報が少なく確定的なことは言えないんですが、僕の話を聞いていただいてみんなで考えていけたらと思います。クロスは乃木のことを先輩と言っていました。これは何の先輩なんですかね。普通に考えたら2人が今所属している組織の先輩ですが、他にも可能性があるのは高校や大学の先輩といったこと、もしくはバルカで一度テロ組織に捕らえられたことがあると思われる乃木と同じ経験をクロスもしている、そんなことも考えられるなと思いました。乃木とクロスが所属する組織ですが、どう考えても秘密組織ですよね。僕が気になるのは顔出しの状態で2人で一緒に行動していることですね。仮に別班だとした場合もそういうことってあるんだろうかと思いました。正体がバレてはいけない人たちであれば関係性がバレることも避けたいはず。普通は1人が顔出しして行動していたとしても、もう1人は裏方として活動しそうです。だから乃木とクロスの関係は単なる組織が同じというだけではない気がしています。先ほども言ったように、クロスは乃木の個人的な目標である両親を探すということも知っていそうな気がします。そちらにも協力していそうですよね。だからもしかしたらその目的のために組織に属して活動しているとすると、クロスにとっても乃木の個人的な目標を達成することがクロスの目標になっているのかもしれません。だとしたらクロスは乃木に恩がある人ということで、何かから救ってもらったということがあったのかもしれないですね。あとクロスと乃木の行動が別班員だと思わせようとしていることや、なぜか2人で行動していることから想像することとして、もしかしたら二重スパイのようなことをやっているんじゃないかと思いました。自分たちの目的達成のために2つの組織に属して活動しているということもありそう。だとしたら別班に所属しながら別組織としても活動しているということもありそうな気がしています。クロスについてはかなりいろんな髪型でいろんな服装で登場してくるようなんで、乃木のように丸菱商事社員といった分かりやすい表の顔がないように思いますね。基本的には裏側で活動する人、属している組織のために活動しているというよりは乃木のために活動しているように感じます。どういう経緯でクロスがこのような立場になったのか、まだ明かされていないクロスの経歴にも注目ですね。ぜひご意見をお聞かせください。ビバンの動画かなりたくさんアップしてます。動画概要欄にビバンの再生リスト掲載しているので、ぜひ見てない動画がないか確認してみてください。みんなで考察するためにコメントはできる限り返信します。
チャンネル登録をするとこの動画が見つけやすくなりますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。サブチャンネルのリンクもコメント欄に掲載していますので、そちらも登録をよろしくお願いします。ここでお礼です。今後もこのチャンネルの動画が見つけやすくなります。チャンネル登録と通知設定、高評価ありがとうございます。他のドラマの考察もやってますので、ついでにお立ち寄りください。